火曜日は経済です。明治大学政治経済学部准教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。総務省が先週人口動態調査というのを発表しましたけど、はい、外国人、日本で働く外国人の数が4年連続で増えて249万人となったということなんですね、はい、うん、で日本人の人口が9年連続で減っている中で、これから外国人労働者っていうのは増えていくんでしょうかね。そうですね、現在の人手不足の状況を合わせて経済界からもかなり強い要請が来ているようです。外国人労働者を増やしてほしいっていう。そうですね。そうですか、うん、で6月に発表されました骨太の方針でも、うん、ま、農業、介護、建設、宿泊、造船あたりですね、はい、こういった業種を中心にこれからまあ5年間、まあ7年間ぐらいで50万人程度の外国人労働者の拡大というのを、まあ、目標といいますか、まあ、認可していこうということになっているわけなんですけれども、はい、うんうんうん、これなぜ今外国人労働者増えているし、そして求められているのか、はい、その根本に帰ってみないといけないと思うんですよね。ほうほうほう、はい、人口が減少しているから人手不足だからというふうに、まあ、指摘されるんですけれども、うん、さてこの人手不足本当に人手足りてないんでしょうかというのは、うん、もう一度考えなきゃいけない、はいはい、なぜかというと、うん、各企業本当に人手が足りないのであれば賃金を上げて人を集めようとしているはずですよね、うんうん、しかしながら賃上げの勢いというのはどうも鈍いです。おう、うん、これを見ているとですね、これまで通りの待遇だと人が集まらないというタイプの人手不足なんじゃないかと。あ、なるほど。企業側もじゃあ人手不足を解消しようとするためのそこまでのこう賃上げとかってことはしてないっていう現状があるってことですね。じゃあね、そうですね、そういった中で、経済界があまりにも外国人労働者受け入れについて強く求めていると、何かですねこの給料を上げたくないというふうに主張しているんではないかという、うん、あ、なるほど、そうか、そういう見方でいきますね、疑われかねないところなんです、うんうん、確かに、まあ、業種によっては賃金を上げても追いつかないところ出てきています、はい、ただですねそうではなくて単純に待遇を改善していないから人手が足りていないっていう分野も、うん、少なくないんだってところ、これ注意必要だと思うんですね。なるほど、はい、でさらにはですね、外国人労働者の受け入れ、というのは人口減少下では必要であるという議論強いんですが、うん、これ労働者働き手の立場から見るとストレートに外国人労働者の受け入れは多くの労働者にとってマイナスです。マイナスになる方法、なんでですか。なぜかと言いますと、うん、その分賃上げのペースというのが遅くなります。あ、そうか、うん、人手不足がまあ補われてしまうってことですよね、今までの賃金ベースでね、はいはい、でさらに期待されている人口減少の中だと経済活動が停滞して、うん、税収も減っちゃうから、あ、ちゃんと外国人に働いてもらって日本国内での税収も増やしていこう、うん、って考え方もありますが、これいくつかのシミュレーションがあるんですが、外国人労働者受け入れて増加する税収と、うん、日本人の賃金が下がって、はい、または上がらないことによって失った税収、うん、これ大体トントンになるんじゃないかっていう推計結構多いんですよね。あ、そうですか。どうしますと、じゃあそもそもなんで外国人の受け入れ必要なのか、うん、もう一つは人手不足というのがこれからまあ本格化していくと、はい、企業側ができることならば賃金払いたくない、うん、これはビジネスなんで当たり前です。そうでしょうね、うん、ただこのお金を払いたくないっていう気持ちがですね、はい、実は新しい技術の導入にとってはものすごく強い追い風なんですね。お、例えば、はあ、まあ運転手、ドライバーが足りないから、うん、なんとか自動運転普及させてくれないか。あ、そうか。今度はビジネスを離れても過疎地域で公共交通がなくなって、うん、まあ、買い物難民状態になってしまう人が出る、はい、そうすると現在、世界各地実証実験を行われてますが、比較的低速のバス、はい、20キロ程度で走るような
無人バスみたいなものを集落と集落の間を行ったり来たりするような形で走らせるという、うん、そういった要望、うん、またいろいろな調査のセクションで AI の活用、はい、こういった新技術の導入、人手が足りない時ほど進みやすいんですね。あ、人手不足をそれで補うってことですか。はい、典型的には80年代の日本、うん、空前の人手不足に対応して、はい、世界で最も工場の無人化が早く進んだんですね。そうですか。で一時期その産業機械の分野ではもう他の追随を許さない、うん、リーダー国だったわけなんですけれども、これを見て分かる通り人手不足って実はこういった技術革新にとってものすごく強い追い風になるんですね。ピンチはチャンスのような。そうなんですね、うん、こういった中ですから外国人労働者の受け入れ慎重に行わなければいけない。確かに急激な人口減で産業自体が日本で営業できなくなってしまう、うん、海外に出てしまうとか、または、国内で全く生産されなくなってしまうとか、はい、そういったことにならないようにですね、うん、ごくごく人数と産業を限定しないといけない、うん、そしてもう一つは外国人労働者長期的に就労日本国内で働き続けるとそれがですね定住する移民に変わっていく、はい、ということが起きます、はいはい、そうするとですね日本国内で、一生を過ごすと、うん、そういった外国人労働者もここまで来ると移民ですけれども、うん、こういった方が増えるとですねその人への社会保障支出、うん、というのが必要になりますので、そうですね、確かにね、これ実は非常に、日本国政府とか日本の地方政府としては赤字要因になるんですね。そう思いますと現行の日本の外国人労働者、例えば研修制度一つをとっても様々な問題を持ってます。こういったところをちゃんとですね、外国人と日本人の差別的な待遇を禁止するとか、つまりこれって2つの意味があって、はあ、外国人、日本にいらっしゃる労働者、外国人労働者の人権を守るという意味と同時に、はい、必ず日本人と同じ待遇をしなければいけませんよということになったら、うん、外国人受け入れによって日本人労働者が排除される可能性を低くできるんですね。こういった措置を取りながらごく限定的に受け入れていく必要があると。で、さらにですね、はい、こういった単純労働者よりも、うん、むしろですね技能労働者、はい、中でも、高度外国人材と呼ばれる人たち、はい、こういった人たちにとって、これ世界で今取り合いになってるんですね。なんか見たいですよ ね。日本が賃金が高いっていう風な状況じゃもうないみたいですね。ないです ね。で、そういった中でですねどうやったら日本国内に、正直給料面で日本はもう魅力ないです。あ、やっぱそうなんですか。はあ、ですからこういった高度外国人材の方に、日本の魅力とか、その人にとっての日本の日本に住むメリットみたいなのをアピールすることで、現在考えられている想定されているのとは異なる形での外国人労働者政策というのに舵を切っていく必要あるんじゃないんですかね。ああ、だから外国人労働者も日本に行ってお金を稼ぎたいってことじゃないんですね。そんなそれぐらい金出してくれる国はもう他にもいっぱいあるよ、だから日本には行かないよぐらいの感じなんですかね。そうですそうです。正直日本にたくさん来てくれている労働者の方はですね、まだその日本は豊かな国でとか、日本は非常に良い国でっていう、過去の実績というのが残っているので、まだ引きつけることができている状態だと思いますが、さまざまに、漏れ聞こえてくる技能実習生制度への例えば、一つのところにほぼ軟禁しているような働かせ方だとか、ほぼ取り上げられたって話とか、そういうのがだんだんと本国に伝わっていくと、非常に、日本ってのはひどい、すごく少数の例なんですけれども、の評判を落としてしまう。今そういうのがちょっと広まり始めてるんですね、じゃあね。悪い方がね。その意味でそういった悪い外国人受け入れというのをどうやってなくしていくのか、そちらの方に少し意識というのを傾けていくのがあるんじゃないですかね。はい、飯田さんありがとうございました。ありがとうございました。
明治大学政治経済学部准教授でエコノミスト飯田康之さんでした。